はい、おはようございます。幸せの森公園、今日はどんなんですかね。芝桜、だいぶピンク育ってるぞ。はい、ピンク育ってますね。幸せの森公園のあれは北斜面なのかね、すごいことになってますね。ピンク色になってます。はい、大田南を右折します。そして左に行きますね。左に道の駅桂駅、ここにね駐車場がありますね。ここ止めてもらうといいですわ。普通はね駐車場土日はいっぱいで上がれないらしいんでね。あら、まばらやな、ピンク色。はい、幸せの森公園左です。左にまっすぐ上がったところ、もう斜面にねピンク色が一面に広がっています。もう手前の下の方まだなのかな、どういうことかね。これ北斜面なのかね、ものすごいピンク染まっとるんやけどね。ここに来てみるとそうでもないよね。まあ綺麗やけど、壮観だけどね。これが北側や、もっと右の方やね。あ、右はこんな、ちょっとよくわからへんねんけどね。あの、植え方の問題があるのかね。この手前見るとこんな感じやからね。なんかものすごくね、貧弱なんだけど。それで上の方はあんなすごいことになってるんだけどね。植え方も変わらんだけどね。下斜面一面でございます。もうちょっと花が咲くとあんなふうになるのかな。こっちもね分かりませんけど、こう見るとね全然なんか、いや、あの芝桜にしては今一個やけどね、点々ですからね、咲いてんのが。ケツまずいとるかね、こんなとこで。画面ばっかり見てたら危ないな。これ芝生広場広いね。こうもう一面上あるんだけどね、どういうことでございましょうかね。あっこだけもすごいことになってるんやけどね、植えとる幅がやっぱ違うんか。あれどっかか行けんかな。あとちょっと行ってみようか。ほれ、こっちの方今行くやけどね。どういうことでございましょうかね。ずっと階段があって上上がっていったらね、展望広場があります。展望広場非常に広いんでね、今日はちょっと上がらへんんだけど、あの気になるとこなっこだけ見てみようか。あれね、ものすごい30号線かな、県道30号を通るとすごいこと見えるんだけどね、ピンクに。で、とうとう来てもうたんだけど、こんな感じやからね、植えとる感覚が。大体どれぐらいあるんだろうか。間隔で横が60センチ。ほんで上下が40センチ、60センチぐらい離れるのかな。その程度かな。あ、目視だけど。それが向こうはどうなってんやろ。もっと近いかね。ああ、入られんのかね。入られないんですよ、これ。残念。入れないか。入れないよ、これは。北斜面からずーっとね、すごいことになっとるんだけど。ちょっと意味わからへんんだけどね。植えとる感覚が違うか。変わらへんんだけどね、見た感じは。今からまあ5月の連休あたりも綺麗でしょうね、これね。5月中頃まで満開続く言うとるからね。はい、ありがとうございました。幸せの森公園。
島田倉でした。ありがとうございました。5月の連休いいですよ、これ。そうそう。